私は後でいいわ。じゃあ、これから強化素材集めに付き合ってほしいんだけど、キリト君暇かなって。私も強化素材を集めようと思ってたのよ。一人じゃ辛いからキリトに付き合ってもらおうかと。シノンさんがいいなら私はいい。私もそれで構わないわ。一緒に行きましょう。さすがに3人だと早いね。ドロップ率も高いし、目的のアイテムもあっという間に集まっちゃった。かなり降ってきたわね。どうする？町へ戻る？賛成！そうと決まったらさっさと移動しちゃおう。このままじゃずぶ濡れになっちゃう。ありがとうって、キリト君、いきなり服脱ぎ出してどうしたの？そんなこと言われても、服が乾くまで着てる服がないよ。でも確かに濡れたままだと体にいい影響はなさそうね。じゃあ、あそこの岩場の陰に。油断は禁物だから、お互いに目の届くところにいましょう。そうだけど。でも、濡れてるもの脱いで、すっきりはしましたよね。そうね。あとは雨が上がるのを待つだけかな。シノンさん？別に。なんでもないって。そんな感じじゃないですよね。ねえ、キリト君。普段は気にしてなかったけど、リーファって大きいなってちょっと驚いてたのよ。え？何が？って、胸のこと？だから何でもないって言ったのに。寒くない？ねえ、もう少し近づいていい？人に密着すると暖かいじゃない。このままじゃ寒いから
もうちょっとくっつかせてもらおうかなって。そんな格好でお兄さんにくっつく方が問題あると思うけど。シロンさんこそそんな恋人でもないのに。真っ黒だけど焦げてない。本当にちゃんと食べられる？わかったわ。それじゃ思い切って。用意がいいのね。変なの。三人揃って裸みたいな格好でご飯食べることにな。さすがにこの展開は予想していなかったわ。これはこれで珍しい体験だし、面白いけど。ねえ、シノンさん。提案なんですけど、まだ寒いなら、中、半分こ？いい提案ね。キリト君の腕、あったかー。これでちょっと寒さをしのげそうね。寒い思いをしないなら、それが一番よね。すっかり晴れたわね。服も乾いたし、これでようやく帰れるわ。キリト君のおかげで暖かく過ごせて助かりました。ありがとう、シノンさん。どういたしまして。こちらこそ助かったわ。せっかくだからまた3人でどこかへ行きたいわね。そうですね、ぜひ行きたいです。ねえ、キリト君も行くでしょ？
したの？やったね。よろしくね、キリト。
Hush!